立山翔平、立山翔平、立山昌平、1981年3月17日体は、神奈川県厚木市出身の東京ヤクルトスワローズに、所属する、プロ野球選手、当主。小学生の頃、当時同級生であった、三橋直樹に誘われたことをきっかけに野球を始める。高校時代は、日大藤沢校に在学し、 横浜港の松坂大輔と度々、投げ合いを演じた。1997年秋の神奈川県大会決勝では横浜高校相手に先発するも0から9で敗退、途中降板。関東大会決勝で再び横浜高校と対戦し延長10回、0から1で敗退、立山は終盤の2、3回のみ登板。1998年春の選抜に出場。 準決勝で、久保安友のいた、神田一高と対戦し、6回から3回無失点の、高リリーフを見せるも3から5で敗戦。同年春の関東大会決勝で3度横浜高の松坂と投げ合い、延長13回1 5 9丁の関東も、0から1で敗戦投手となった。夏の県大会は、ベスト4度まりで、夏の甲子園出場は叶わなかった。その後、 東都の日大に進学。リーグ戦、通算36試合に登板し8勝6敗。防御率2.24。同期に、村田修一、邸内県、大野隆次がいる。2001年の3年時には、春季リーグ戦で、エースとして活躍し、チーム17切りの優勝に貢献。日本代表にも選ばれ、ワールドカップに出場。2002年に、 ドラフト三巡目でヤクルトに指名され入団。七月に初めて一軍に昇格すると、七月二十日に七点差負けの9回に、初登板。先発陣が手薄だったこともあり、八月から先発ローテーションに定着。以降9度先発して0勝3敗と、高投を続けたものの勝ち星に恵まれなかった。キャンプ中に、右肘のじ体帯を断裂。三月に、 右肘内側側側腹人体再建手術、トミー・ジョン手術を受け、以降リハビリのために軍のマウンドにも立てずに、シーズン終了。4月に一軍復帰すると、4月27日にプロ初勝利を挙げる。7月30日、甲子園での阪神タイガース戦で、完封勝利、飛安打4、無支給。1年間ローテーションを守り、10勝を挙げる。 10月に2歳年上の女性と結婚。右手薬指と小指の感覚が鈍いという理由で11月に右ひいの再手術を受けた。は、手術の影響から開幕に間に合わず、5月の1、軍復帰後に5度先発登板するものの、計23失点で1勝3敗と結果を残せなかった。しかし、中継ぎ転校後は徐々に安定感を取り戻し、 6月27日にはプロ入り初セーブを記録。9月には抑えも任される。最終的には自己最多の44試合に登板。和開幕当初は中継ぎとして高騰し、5月からは先発、7月末から抑えとたびたび配置転換が行われた。しかし、先発で高騰しても援護に恵まれず、また抑え転向後は救援失敗も多く。 最終的に防御率3.17でありながら12敗、3勝 5S を喫した。7月から翌年4月にかけて、自身9連敗も記録。ただ、一度も2軍に降格することなくシーズンを通して、1軍の戦力として貢献した。オフの契約公開では、母方の祖父が作成した、球団公式ホームページやスポーツ新聞の記事をパソコンで打ち直し、 細かい試合経過や意見が添えられた、ルーズリーフ約200ページに及ぶ、7年、縦山昌平データを持参し、3時間半に及ぶ、交渉を行った。その結果、球団取締役から、前例がなく、評価が難しかったが、数字には、現れない部分が多かったと評価され、当初の提示額より300万、多い、1600万アップ、推定年俸6200万となった。 二シーズンを通して先発ローテーション入りを果たす。開幕直後こそ出遅れたが、最終的に12勝を挙げ、自身初のタイトルである、最優秀勝率投手を獲得。防御率も2.99を記録。オールスターゲームにも初出場。オフの契約公開では、年俸1億円の3年契約、総額3億円を結んだ。二、千葉県立山市の、 スポーツ大使に就任。立山氏が同じ名前であることにちなんで、立山にオファーを出し、それを開拓したもの。2009年1月24日に任命式があり、翌25日には、立山若潮マラソンのスターターを務め、10キロの部に飛び入り参加している。4月28日の中日ドラゴンズ戦で4年ぶりの無支球関東勝利、被安打7、失点1。 5月28日のオリックス戦で2008年8月から続く連勝を12に伸ばし、57から58年の金田正一による球団記録を51年ぶりに更新、記録は14まで伸ばしたものの6月26日の読売ジャイアンツ戦7失点を起死記録は止まった。7月22日の阪神戦で4年ぶりの完封勝利。 昨年に続けて2度目のオールスターに出場した。後半戦は8月には目をつぶして一度、登録抹消となったが、それ以外は、年間通して、ローテーションを守り、10月8日の阪神戦、神宮で、完封勝利して16勝目を挙げ、吉見和樹と共に、セリーグイ高地のタイトルを初受賞。チームが借金1でシーズンを終えた中、立山一人で、直金10を稼ぎ、 ヤクルト球団初のクライマックスシリーズ出場に貢献した。は故障の影響から一年ローテーションを守ることができなかったものの、中盤以降は安定した投球を披露。最後の登板となった広島東横アップ戦で完封勝利を果たすと同時に規定投球回にも到達し、最終的に12勝を挙げ、リーグ最多の4完封に無支給試合。 防御率は2.93都市、リーグ3位を記録する。また阪神、中日、広島から各3勝ずつを挙げた。は、ヤクルトの右腕エースとして躍動。防御率は、自己最高となる2.04を記録し、関東、関東もリーグトップを記録。ホイップも1.00を切るなど、投球内容では、キャリアハイを記録した。しかし、援護が少ないことや、 血行障害を発病するなどを高成績の裏側で苦しんだ投球が続いた。11月11日に群馬県館林市の病院で右手血行障害の手術を受けた。契約公開では新たに年俸1億9000万円の4年契約、契約の2年目終了時に球団と本人の同意で契約内容の見直しを行うを結ぶ。も、AS としてチームを支え、 チームトップとなる防御率2.25、リーグ5位、12勝、リーグ4位体の好成績を記録。さらに3.4月、3勝0敗、防御率1.85 9月、4勝0敗、防御率1.13の月間 MVP を選ばれる。また、シーズン2度の投手の月間 MVP 受賞は、球団では1995年4月、9月の、 テリーブロス以来17年ぶり。一3月29日の開幕戦、大阪神1回戦、明治神宮野球場に、先発、5回3失点という内容であった。続く4月5日、大横浜 DNA ベース,スターズ1回戦、明治神宮野球場に先発したが4回途中で、右ひーちに岩を覚えて降板。翌日に、病院で検査を受けたところ、 右肘じ帯の再断列、全治1年が確認されたために再手術を受けることを4月7日の記者会見で明らかにし、4月12日に2度目の右肘内側側腹じ帯再建手術、トミー・ジョン手術を受けたことを球団が発表した。このため、シーズンをすべて棒に振ってしまった。また、6月にはコンオフの予定だった股関節の関節唇損傷の修復手術を、 前倒しで受けた。契約公開では、4年契約の2年目を経過した、ことで、契約の見直しが行われ、契約上の上限の2000万を超える4000万の、原稿を自ら申し出、1億5000万円で、契約公開を終えた。は、復帰して一軍キャンプスタート。初日から、順調な仕上がりを見せていた矢先、2月25日の、千葉ロッテマリーンズとの練習試合で12球で、 緊急交板。その後2軍で調整を行っていたが、4月5日のイースタンでの巨人戦に登板した際も1級で緊急交板し、検査の結果、4月10日に右ひいち外側滑膜ひら切除手術を行うことになった。群馬県立林市内の病院で右ひいちの滑膜らを切除したが、この時同時に右ひいちの内側側幅人体再建と、 右前腕の屈筋腱包合手術も受けた。その結果実戦復帰まで約1年かかる見通しと診断された。の6月28日の巨人戦で、ついに復帰登板を果たすと、7月11日の DNA 戦で1019日ぶりの勝利投手となる。請求が戻らず、死球を連発する場面も見られたが、徐々に安定感を取り戻し、3ヶ月で6勝を挙げる活躍を見せ、 14年ぶりのリーグ優勝に貢献した。またこの年の日本シリーズでは第4戦に先発した。その功績として、セントラルリーグからは2012年の大竹博広島以来となるカムバック賞も受賞している。打撃面でも2010年以来のホームランを記録した。の8月22日に出場登録され、同日の広島戦に登板するも、3回に、 鈴木誠也の打球を右腕に受け、降板。その翌日に登録抹消された。2は、6月に先発投手として一軍公式戦1試合へ、登板しただけで、レギュラーシーズン終盤の9月13日に、現役引退を発表した。この発表を受けて、球団は、レギュラーシーズンの本拠地最終戦、9月21日の対中日戦を、立山の引退試合として開催。 立山は、打者一人だけの対戦を条件に先発で、当番すると、大島洋平を四球で二塁へのゴロに打ち取った、子によって、現役生活を締めくくった。10月14日に、東北楽天ゴールデンイーグルスの二軍投資コーチへ就任する、ことが発表された。プロ入り後にサイドスロー、スリークォーターと言われることもあるに転向。 平均球速約時速 144km、最速時速 153km のストレートとシュート、スライダーを中心とした組み立てを、主とするが、2008年頃から、フォークボール、カットボールなどを習得し、成績が向上した。他にナックルカーブ、球速の違う2種類のチェンジアップ、シンカーも投げることができる。通算よ支球率2.2と制球力が良く。 合計12種類の多彩な球種を同じ投球フォームで投げることができる。毎試合前に50メートル走のタイムを測り、体重管理や体調判断の指針としている。タイムは6秒5を基準にしており、これを切れない場合は入念な調整を行う。自己ベストは6秒08。2009年頃のスワローズ投手陣の中では、石川正則が、左のエース、縦山が、 右のエースと形容されることが多かったが、これについて、本来エースは一人でいいわけで、エースは石川さんですとしていた。当主でありながら、打撃へのこだわりもあり、2010年の球団公式プロフィールでは、アンダー10本、長打3本と宣言している。実際に8月6日の横浜戦、横浜スタジアムでは、大家智もかから1回表に3ラ本塁打を放った。 先発投手が初回投球前に本塁打を打ったのは1988年、当時広島に所属していた長富弘氏がヤクルト戦で3ランを打って以来である。2010年の安打数は5本と目標に届かなかったが、長打は3本打ちこちらはクリアした。2015年8月30日の阪神戦、甲子園球場では岩崎優から5年ぶりとなる3ランホームランを放った。 トミー・ジョン手術を3度経験し、その他にも肩関節、股関節などに9度にわたって体にメスを入れ、全身には175針の傷跡が残っているが、絶対に怪我を理由に引退したくないとしており、トミー・ジョン手術を受けた後に中継ぎのエースとして2001年に復活した川端龍や、かつての伊藤敏人のマウンドに戻ってやるという気概を目の前で見たことが励みになったとしている。 また、打たれるのは、能力や技術が足りないだけという考えでいる。背番号を25にしたのは、日大の同期である、村田修一が、横浜入団時に25番をつけるのを知って、その憧れから、同じ番号を選んだからという。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。